皆さんこんにちは。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。今日もフィリピン全体とダボー地域の情報についてお伝えします。ではまずはじめに新型コロナウイルスの感染者の情報についてです。はい、これはフィリピン保健省によって毎日発表されているデータです。先ほど5月4日午後4時の時点の新型コロナウイルスの感染者の新たな情報が発表されました。感染者数がですね、新たに262人増え、これで感染者の総数が9485人となっています。そして回復者数が101人増え、回復者の総数は1315人になってますね。そして死者数が16人増え、死者の総数は623人となっています。はい、引き続き感染者が増えていますので、家にいるようにして気をつけていきましょう。はい、次です。5月3日フィリピン政府は国内の9つの国際空港すべてにおいて、5月3日から1週間はインバウンドの国際便を運休させるということを発表しました。フィリピン民間航空局は新型コロナウイルス管理のための省庁間タスクフォース及び外務省の承認を得て、海外への国際便については許可することを発表しています。そして観光省は新型コロナウイルスに対する省庁間タスクフォースが航空機の運航を次のように制限することを決定したと発表しています。その航空機がですね、貨物便、航空救急便、医療用品のフライト、そしてメンテナンスフライトですね。で、そしてここにフィリピンに足止めされた外国人がそれぞれの国に戻ることを可能にするためのアウトバンドの臨時便も許可されるとなっています。それではなんでいきなりフィリピンがですね、空港閉鎖って、最初は本当に出発する便もダメってなってたんですけども、なんでいきなりそうなったのか本当にびっくりしたんですけれど、それの背景を説明します。フィリピンはコロナウイルスのパンデミックの間に帰国した何千人もの移民労働者でもいっぱいになってしまった隔離施設、そのスペースを確保するために5月3日から1週間すべてのインバウンドの旅客便を停止することとしたんですね。フィリピンはですね、出稼ぎ国家として有名でして、もう何百万人ものフィリピン人が海外で働いており、その出稼ぎ先として人気があるのがサウジアラビア、アラブ首長国連邦、シンガポール、カタールなどが人気のある国になってます。まあ日本も当然フィリピンの方言ってますけどね。はい。そしておよそ2万4千人がそれらの国からすでに帰国しているとのことです。で、その多くはウイルスのために世界経済が急停止したためにもう出稼ぎ先で職を失ってしまった人だとのことです。そしてフィリピンへの帰国者は政府が新たに建設または再利用してできた隔離施設で14日間の隔離を行う必要があるんですね。で、その隔離の施設がもういっぱいになってきてしまっているので、政府関係者は新しい飛行制限、インバウンドの飛行制限ですね、はマニラ首都圏の隔離施設のキャパシティを確保するため1週間ほど実施されるだろうと述べています。まあだからこれまた1週間ちょうどじゃなくて、前後でずれる可能性もありますけれども、今のところ1週間とされてますね。そしてこの発表によってフィリピン政府が行っていた海外フィリピン人労働者の帰還プログラム、まあ海外から帰ってきたいと希望する人たちをフィリピン政府が支援してたんですけども、そのプログラムが事実上停止され、政府は今のところですね、海外からフィリピンへの帰国希望者に対しては滞在国に留まるよう指示をしているそうです。そしてフィリピンはコロナウイルスに感染した人の数が増加するにつれて、コンベンションセンター、船、ホテル、政府施設等を隔離施設として使用するようにしています。そうやって増やしているんですが、今回はそれでも隔離施設が足りなくなってしまったということなんですね。なので急遽空港を閉鎖するっていう発表をしたんですね。まあ途中でいろいろあって内容は変わりましたけれども。そして当初はフィリピンからの出発便も先ほど申し上げたようにダメとなっていたんですけれども、もう日本を含めですね、自分の国へ帰りたいという人がまだたくさんフィリピンにはいて、もうその飛行機の手配もですね、私が住んでいるダボーからマニラ、そして、日本へ帰るっていう便の準備も今週中に実はあるんで、そういった便も日本だけじゃなくて、もう世界中の国が帰りたいという人がいる中で、突然もう予定されていたのに、はい、空港を閉じますってなってしまったんで、それが Facebook 上で、マニラ空港のオフィシャルの Facebook 上で発表されたんですけど、すごい、もうコメントがすごかったですよ。なんで突然なんで、もう少なくとも1週間前ぐらいには発表してくれないと、こっちだってもう予定しててやっと帰れると思ったのに、なんだっていうようなね、怒りのコメントがすごい Facebook 上にあったのを私も読みました。
まあおそらくそういうこともあって、大使館ですとか、こちらの外務省とかが、省庁間タスクフォースに相談して、まあ出国する分にはいいでしょうと。まあ問題なのはね、入ってきて隔離施設がいっぱいになることなんで、はい。ということで、途中で急遽、まあ出国する分にはいいとなったものと考えられます。ということでですね、まあ JAL さんも ANA さんも現在フィリピン発、マニラ発、東京行き便をですね、以前と同じように飛ばしてくれています。まあただですね、今回のようにいつ国が方針を変更するかわからないので、両航空会社とも常にですね、最新の情報をチェックするようにと呼びかけています。ということで、引き続き最新情報をチェックしていきましょう。私も何かありましたら、こうやって動画にして発信していきます。はい、続いてダボー地域の情報です。まずは新型コロナウイルスの情報ですね。はい、こちらはですね、フィリピン保健省が発表している情報で、フィリピン全体の発表があった後、1時間後にダボー地域のが発表されるんですけども、5月4日午後5時の時点での数字ですね。新しい感染者は出ていませんね。なので、昨日と同様142人となっています。で、死者数も増えておらず、昨日と一緒で20人ですね。で、回復者が1人増えて、総数が83人となっています。そして次ですけども、2020年5月2日、ダボー地域とソクサージェン地域から出られずにいた合計201人の人々が観光省が支援したダボーマニラ臨時便に乗り込みました。ダボー地域の168人の乗客とソクサージェン地方の33人の乗客がいたんですけども、その人たちはですね、3月15日からマニラとミンダナオで強化されたコミュニティ隔離が実施されて以来、ミンダナオ島内で合計48日間足止めをされていました。日本人だけでなくフィリピン国内でミンダナオにたまたま来ていた間に規制措置が強まって地元に帰れないと、飛行機に乗って帰れないという人がまだ結構いたんですね。そういう人たちへの救援の臨時便が出て、はい、5月2日に201人の人がマニラに向かったという情報ですね。こうやってですね、今ダバオ市も地元に帰りたくても帰省のために帰れないっていう人を支援するという動きをして、そういった支援センターも作っていますね。まあ、ただ外に行く分には帰り先、その地元が受け入れ体制が整っていれば、帰ってきてもいいよとなっていれば、ダバオ市から出てっていいってことになってるんですけども、今のところダバオ市には、ミンダナオ島内ではバスが出たりはしてるみたいですけれども、私のフィリピン人の友人で、ダバオ出身の人が、実はこの規制が強まる前にマニラに行って、未だにマニラにいるっていう人もいますね。日本人の方でね、日本に帰れないという人もいますけれども、フィリピン人の人でも同じように足止め食らって大変な思いをしてるという人がいるという情報でした。ということで本日の情報を終わりにします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。